中山競馬大中競走アクアラインステークス3歳以上1600万条件ハンデ戦ダンプの 1200m 出走馬16頭で争われます。向正面2コーナーポケット地点からのスタートです。枠入りが済んでいます。好天のもと大中レースを迎えています。中山競馬場島田とともに寮の発表、最後に16番ダイヤモンドミューンが向かいます。スムーズ収まりました。カリーが離れます。体制完了、スタートしました。ほぼ揃いました。先行争いに入ります。間から11番ルミナスウィング、高ダッシュは8番の当選トレジャーの後に入って先頭、9番のカフェシュプリームが2番手、3番手には7番レディス、さらには11番ルミナスウィングかわしていきました。その内からは1馬身差、1番のエーシンレッジャーツイソー、さらに間からバトレーボーネ、ストミに15番のキクノストーン、チョッコ14番シルバー奇跡、あとは1馬身差6番キクノクレバンがいて、その内から2番のディアスレビス並びます。1馬身差中段の1、10番のレッドバンクより13番のインディーズゲームがそれをかわします。あとは4馬身と離れていますが後方です。後方固まっていますが12番のタマブラックホール、そして内からは5番のマルコスの追走で第4コーナーのカーフに入っていきます。あとは2馬身差3番のカフェマーシャルが最後方です。残り400を追加して前は当選トレジャーわずかに先頭で直線構成と入りました。その後ろからカフェスクリームが並んでくる、さらにはその前には11